はい、皆さんこんにちは。今日はですね、板野郡北島町に来ています。今日はね、 Go to ラーメンシリーズになります。今日皆さんにご紹介するのは、極み軒さんになります。あのこの黄色系のね、あのラーメン、木系ラーメンでいいかな、今日ね食べたいと思います。じゃあ行ってみようと思います。店内の雰囲気はこのような感じになっています。めっちゃいい感じ。メニューもラーメンすごくめちゃくちゃ豊富です。これでね、ラーメン屋さんなんですけど、このキーマカレーがめちゃくちゃ美味しい。で、今日ねこのキーマカレーもね注文したいと思います。すみません、あの注文大丈夫ですか？はい、すみません、あのこの木系ラーメンの肉代、はい、それとあのキーマカレーの中、はい、それとビールお願いします。はい、それで皆さんお疲れ様です。乾杯。はい、ということでラーメン、できました。めちゃくちゃいい匂いがします。めっちゃ美味しそう。それではいただきます。まずはねスープからいただきたいと思います。木系のスープになります。うん、スープもめっちゃまろやかで美味しいです。ね、徳島ね、まあ、徳島以外の方も多分動画見ていただいてる方、視聴者さんいると思うんですけど、あの徳島ってね、あの、茶色は結構有名なんですけど、まあ、茶色と黄色とね白、3種類ね、あの大きく分けて徳島ラーメンあります。で、今日いただいているのが、木系の、ラーメンになります。ちょっとね、あの茶色と違ってまろやかな感じの、あの優しい感じの、あのスープになります。チャーシューを見てみてください。ゴロゴロ入ってます。おいしい、トロトロ。いや、これほんとね、食べ応えがめっちゃあります。スープが麺に絡んでめっちゃ美味しいです。卵も半熟でいい感じ。もうできました。キーマカレーめっちゃいい感じです。あ、本格的。スパイスの香りがもうすごい。うん、豊かですね。何種類ものスパイスが。混ざってる感じがしますね。ちょスパイスのことちょっとあんまり詳しくないんですけど、すごい丁寧に作られてるっていうのはね分かります。本当美味しい。いやー、本当ね、めちゃくちゃ美味しいラーメンでした。木系ラーメン
めちゃくちゃスープがまろやかです。この奇形ね、ラーメン以外にもラーメンの種類がいろいろあるんで、皆さん極め軒さんに来て、ラーメン食べてみてください。美味しくいただきました。ごちそうさまです。はい、ということで極め軒さんで美味しくラーメンいただきました。いやー、ほんとね、優しいんですけど濃厚で、コクのある美味しいラーメンでした。極め軒さんのラーメンが食べたいなって思う方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではバイバイ。